今日は火力大したことないから効果抜群の技打っても、まあこの程度で済むと。強いぞ。出して、でこれフラワーヒール。いやいや。フラワーヒール。HP を回復。HP さえ回復すればまだまだギラティナは硬いぞ。めちゃ回復すんなこの技。ういゼルネか。いやゼルネアスがキックになると思ってダッシャーにしてるんだけど、これ何から来るんだろうな。イラティナで押していけないかな。トリックルーム絡めないとちょっときつそうではあるけど。でザシアンガオガエンで、まあランク上げるっていうよりかは週末の大会のね練習兼ねてるから、そこでいろいろ試す方が大事かもしれんけどね。明日は明日でまた別のパーティー使いたいなと思ってるから。これ何をしてくれるんですかね。運回すかなんかで弱点保険発動みたいな感じかな。何にしてもゴーストタイプの一貫取れてるから、これはゴースト技でいいよな。大フォローしながら、そうね、ここトリックルームで行こう。 HP 余裕あるうちにね、隣がなんかあれだな、アナザーは原色の方がかっこいいな。挑発？え、ギラティナに？ああ、これは特殊型なんすよね。物理型一点読みしてるね。だからなんで挑発だったんだろう。鬼火なりなんなりが嫌だったのかな。悪くないね。相手全体的に速いポケモン多いから、トリックルーム、打ち刺さりだし。今日はが地味にトリックルーム使えるのがいいよね。やけどは全然。HP が500何本ってやばくない？ギラティナはほんと火力がないけど、耐久があるんで、弱点保険使いながらみたいな戦い方が強いよな。これサポートだとか、積み型とかもいるけど、単純明快なのはこれだよね。ランドか。倒しとこうか。大ドラグーンでいいよね。ここでザシアン引きとかない。今日は火力大したことないから、効果抜群の技打っても、まあこの程度で済むと。強いぞ。こっちを挑発。うわ、マジか。ムフリーランドですか。若干素早さ振ってたのがアダになったな。こうなると素早さで振らなくていいのかな。いやでもな、トリックルーム展開してないときは有利になるんだよな。悩みどころだね。かーった。ダイアースしたとはいえ硬すぎじゃない。直帰ランドロスってことかな。まあこれで攻撃下げるからいいか。はい、まあ、ダイドラグンで殴っていきながら、挑発されちゃったんで、ガオガイに変えますか。で、威嚇巻いてって。まあ、この削り合いだな。相手は耐久上がる。でも、ダイドラグンで火力が下がるみたいな。特殊型にしてるせいで、ダイフォローとのシナジーがあんまないのが弱いとこだけどね。まあ、ダイフォローで耐久下げとけば、裏のザシアンで倒しやすくなるみたいな感じだ。読まれてるんですけど。プロじゃん、お相手。読まれてるわ、プロ。ガオガエンバック読まれてる。お、いいダメージだな。急所？おー、いいね。まあ、さっきね、急所をもらったし。でもなんか、あらになってんな。そくらった。どうかな、火力下げたけどさすがにギラティナやられるか。キャドーボール打っといて、ここ捨ててリフで下がるか。
さすがにこっちの方が遅いから、鉄球ランドロスがじゃなければ効果性持ってればな。なんでこんなギラティアに挑発するんだろうね。鬼火とかが嫌だって感じなのかな。積んでないけどね。で今日は行こうか。まあ、今日はもう別にこうなったらもう仕事のあんまないんだけど、ギラティアを回復させるぐらいかな。ダイヤス弱狙いか。まあ、火力下げまくったからな。はい、勝った。嘘だろ。まあまあまあ、だいましのげたしいっか。ランドス自体はかなり弱くなっちゃったしね。まあ問題ないかな。スローボール連打して、でこれフラワーヒル、いやいや今日はあの強いところだね。優先のプラス3だから、エルフンのいたずら心挑発も上から入らないし、フラワーヒール HP を回復。HP さえ回復すればまだまだギラティナは硬いぞ。めちゃ回復すんなこの技。すげえ。オッケーオッケーオッケー。トンボ返りか。まあまあまあ。ザシアンですと。回復させたけどじゃれつくはきついんだよな。ただまあ削った時点で、いやどうだろうな、また最速ザシアンとかじゃなければ。またトリックルームしとく。悪くないよね。トリックルームするかここ。ああそうか、挑発されたんだった。どうしよう。ガオガイン出すか。いや正直ガオガイン万全の方がいいんだけどな。なんかこれ守る者は良かったかな。ここは守れてよかったかも。ジャレック対応してなければまだあるけどね。居住山ぐらいだったら耐えそうだけど。聖剣ガオガエン交換読みがめちゃめちゃうまい。まだこれでザシアンやれたから、うん、こうなればもう勝ちだ。オッケー。ギラティナが全然死なんっていうね。お相手にとってあんま眼中にない感じあるけどな。まあこいつはほっといていいかみたいな。一応弱点保険発動してるんだけど、火力はなすすぎてまあいいかみたいな感じの扱いになってるな。まああとは今日はね、回復しながら殴れば勝ちかな。で、裏ザシアンだし、もう止めようがないというか。もうランドルス遅いの分かってるしね。シャドーボール。で、裏はヒール。今日は強えな。はい。ザシアンで倒しておくべきだったな。まあ、でも多分ジャレスク持ってないんだろうね。ここで追い風。あー、なるほど。それがあったな。なだれでヒルマスに来た。やめて。それは俺に聞く。ほら。言ったやん。それは俺に聞くんやって。鬱陶しいな。ドレキで倒しに行くか。優先度プラス3だからね。追い風してようか関係ない。じゃ、直帰ランドロスっぽいから、倒すのに2発、3発必要かもしれん。はい、もう一発。まあ、キュアが生きてればまだ挑発。 OKOKOK。 もうこれでランドは縛れてるから。空を飛ぶ。おお、なるほど。それで回避してって感じか。どうしようかな。守ればいいか。
フラワーヒールって守れるんだな。そしていや守る必要ないか、別にランドの攻撃ぐらいだったら全然耐えるだろうから、こうして挑発されてんだよな。守るか。いやどうだこれ、雑誌案出してもよかったかもしんないな。あ、ミワさんどうもお久しぶりです。これ回復できるけど、どうこっちに空を飛ぶ向いたらちょっと痛いか。 HP ぶりだからね。うん、こう。あ、OKOKOK だったら勝ちだな。ランドはもうキュアで倒せるから、シャドウボウドレンキス。あかねさんこんばんは。はい、コンサイン選びました、ありがとうございます。いやーちょっとこれわからん殺しされそう。キュアにしよう。ブラッキードラピオン。いやーだからドラピオンは何をしてくれるんですか。それを知らないとだいぶきついんだよ。彼は何なんですか。まあ、これであくびは防げたんだけど、よくわからんねー。よくわからんから倒しに行くか。知らんもんはなんかされる前に倒しとけってことだ。確かスナイパーっていう特性だったよなこいつは。急所を当てるとすごい軽く出るみたいな。そんなことされる前に倒しても自然の怒り。ドラピオンめちゃめちゃ速いわけじゃないから抜けくすぐる。何それ、攻撃は下がった、防御は下がった。あ、毒菱。うわ、ドラピオンの方がそして速いし。マジか、毒菱打ってほしいな。まあいいや、毒菱か、打ってほしいな。フォローするためだけに出てきたのか。つまりくすぐるは先制技ってことだよね。うわマジかよ、当ててよ。ナイス。弱点保険どいといてか。再生トーチか持ってんのかな。問題はじゃブラッキーどうこうできるわけじゃないからな。結局トーチか持ってるか何だろうが途中で殴るか。トーチかある。いやボルチェンをドヒドヒ方面に打つべきだったか。今チャンスだったな。あっと弱点保険が発動したよ。サンキュー、ぶっ飛ばせ。無理か、まあいいや。これで2連続トーチカは無理だからノヒドでも突破できるな。マジシャとシャドーボールにしとくか。雷じゃないとやりきれないみたいなこと起きるかな。起きそうなんだよね。待てよ、ボルチェンと
ドルチェン雷で行くか。ありがとうございました。